学研 N の大砲音とホイッスル、これを開けていきます。鉄道模型歴が長い方からすると懐かしい商品なのかもしれない。これは以前に視聴者さんよりプレゼントとして送ってもらったものですね。学研 N の学研はあの学研ですよね。70年代から80年代って複数の鉄道模型メーカーがあったと思うんですけど、僕はその頃生まれてなくてあまり詳しくないんで一応調べてみた。昔あった A 台模型を引き継ぐ形で学研が鉄道模型販売してたんですね。その製品中の IC サウンドシステムっていうものの基盤がこれになるのかと思います。パッケージ寄ってみるとこうです。 3S って書かれてますけど、まあこれちょっと置いといて、学研 N 大砲音203、中にサウンドシステムの基板部分が入ってます。本当にプラケースですね。あ、説明書も入ってるんやね。これはね、基板単体での発売以外にも車両に組み込まれたものもあったみたいですね。ほんでもう一つ、こっちは見た目一緒ですけど、これは学研 N ホイッスル204になってます。大砲音とホイッスルの違いか。203、204ということは201、202もあんのかな、ちょっとわからん。でも一応調べてみたところ、大砲音とホイッスルしかなかったみたいな記事もあって、でも同様のシステムで SL のドラフト音が鳴るっていうものもあったみたいな記事も見つけました。ちょっとわからない。あとはちゃんと動くかどうかですけど。では開けます。オープン。てってれー。中にはスポンジが入ってて、これがサウンドユニットの基板って言っていいのかな。新品状態なのか一度使われたものなのかっていうのは分からないんですけど、でも見た感じ使われてなさそうですよね。でこっちに伸びてる丸っこいこれね、これは多分スピーカーかな。裏側はこう、まあ、配線がいっぱいついてます。で付属品もついてるっぽい。これは開封されてないから本当に新品状態で送ってくれてるのか。中に入ってるのはリードスイッチと、これは磁石やね。このサウンドシステムのギミックは、線路に埋め込んだ磁石の上を車両が通過すると音が鳴るっていうものですね。あと説明書、ここに部品一覧とか組み立て方が載ってますね。配線操作方法、あ、イラストもちゃんと載ってる。学研からは IC サウンドシステムの名前で販売されてたみたいですが、製品自体はこのバンブー商会というものが作られてたみたいですね。だからバンブー商会の製品一覧にもしかしたら SL とかの音のものがあったのかな。こっちはテープが止まってるから未開封なのか。よいしょ、パカ。あ、なんかでも基板の配置が違いますね。説明書は一緒？あ、違うわ。ちゃんとこっちはホイッスルパーツになってる。こっちの説明書はタイフォンになってる。あ、ちゃんと印刷分けてるんやね。あ、素晴らしい。あ、でも取り付けとか設置に関しては一緒やね。わかりました。じゃあ実際に車両に取り付けて音が鳴るかやってみよう。で改めて基板寄ってみると、こっちがタイフォン、こっちがホイッスルやね。うん、なんかパーツの付き方が違いますよね。ていうかそもそもちゃんと鳴るのかどうか心配ではありますけど、車両からの電源を取る配線とこのリードスイッチを取り付ける配線が基板から出てますね。じゃあタイフォンから取り付けます。基板裏側にこういう風にいろんな色の配線が伸びてます。これを説明書に載ってるこの図通りに配線すればいいんやね。あと取り付けは極性があるらしくて、片側の進行方向の時しかならないっぽいですね。てか何の列車に乗せよう。ちょうどいい電車がないから適当に持ってこよう。はい、送っていただいた箱をガサゴソしてたら、このバラバラになった12系が入ってたんで、これを活用させていただきます。加藤のものなんで、この室内灯を取り付けるシューの部分から電源を引っ張ってきて取り付けれるっぽい。でこの基板部分は車両の中に当然入るんで、うまいことこの座席パーツを切り取ったりして収める的なことが書かれてます。で本来は取り付ける前に通電確認して音が鳴るかどうかを調べると思うんですけど、今回はもういきなりダイレクトにつなぎます。なったら嬉しい、ならんかったら残念ってことね。なんかその方がロマンありますよね。知らんけど。配線はね、緑と黒が出てるんですけど、緑がプラス、黒がマイナス。オレンジの配線はリードスイッチにつなげるみたいですね。リードスイッチは極性がないんで、つなげれば OK。じゃあ、ハンダ付けしていきます。このシューの部分に予備ハンダ。よし、ちょっとごちゃごちゃしてるけど、配線終えました。本当はもっと配線は短縮した方がいいと思うけど、めんどくさかったんでこのままにした。こっから車両に乗せていくんやね。これも別に特別細かいやり方があるわけじゃなくって、うまいこと乗ればいいということですね。
よし、無理くり乗っけた。まあ、本当はこの座席パーツを切り替えて乗せるんですけど、そのまま上に取り付けました。で、マスキングテープで留めてます。寄ってみるとこうです。なんかこのごちゃごちゃしてる感じもかっこいいですよね。こういう車両があっても良さそう。で、終電集から電源を引っ張ってきて、で、配線はこの座席のところを通して、これがスピーカーですね。本来これは両面テープかなんかで引っ付けるみたい。反対側は、こう。いかつい。で、オレンジのリードスイッチこっちに出てますけど、これは床下に配置するみたいですね。両面かなんかで引っ付ける。これが線路上の磁石の上を通ることで音が鳴るってことやね。ちょっとこれもパッと引っ付けます。よし、配線固定しました。さっきのリードスイッチはこの横通って裏側、ここに両面で貼り付けましたね。線路上面から5ミリ以内の間にこれを収める必要があるみたいです。ちょっとやってみて無理そうだったらまた変えます。これで搭載完了やね。あとは音が鳴るかどうかやね。あとはもうレールに乗せればいいだけかな。あ、なんかここの文章がいいですね。車両への組み込みと磁石の取り付けが終わりましたら、いよいよ試運転です。なんかワクワクする書き方ですけど、そっか、線路に磁石取り付けなあかんねや。はい、これが付属の磁石やね。なんか裏側に両面がついてるんですけど、これはもう溶けてベタベタになってますね。うぎゃ。じゃあこの磁石を適当に配置します。両面はねベタベタすぎたんで一回洗って落としてきました。ジオラマとかやと鉄橋とかトンネルの前とかにこれを設置すればいいみたいですね。ほう。よし、試運転です。いつも通りちいこいエンドレス組みました。で、この奥側にすごい怪しい列車が止まってますけど、今回はサウンドシステムを積んだ車両をちびろこの編成にサンドイッチして走らせます。サウンドイッチ、まあ列車は何でもいいんですけど、今回はこれで。で、エンドレスレイアウトの直線区間、この部分とここやね、ここに磁石を組み込んでます。これを踏んだ時に音が鳴るっていうことですけど、どうなんでしょうか。あとは一番最初の通電の時に音が鳴るみたいですね。これが発車の合図として使えるらしい。うん。あとパワーパックは DC のものよりも PWM 制御の方がいいっていうことで、パワーパックスタンダード SX を持ってきた。製品の発売時期は全然違いますけど、これで鳴るかな。じゃあ動かすか。じゃあ全身に切り替えていきます。いってらっしゃい。え、ちょっと待って、今のがタイフォン、思ってた音と全然違った。じゃあもう一回、いってらっしゃい。で、磁石の上通過した時、あ、音はちゃんと鳴りよるな。そして奥側の磁石、うん、ちゃんと反応して音は鳴ってる。てかあれやな、客車1両減らさな、重いかも。ちょ、これ外してこれでいくか。うん、起動した時の音と磁石を踏んだ時の音やね。音はまあまあでかいですね。多分ね、ボディをかぶしてもちゃんと音は聞こえると思う。どうかな。停車で、これはね片方向しかならないんで、バックにするとあどどどど音は鳴らない。もうバックの時に音を鳴らせたい場合は終電の曲線を変えればいいってことやね。あ、でもちゃんと音が鳴ってよかった。あ、あとこれ音の高さを変えれるみたい。ここか、ここにボリュームのスイッチがあるんや。これで音の大きさじゃなくって音色を変えれるみたいですね。これでじゃあ鳴らしてみます。いってらっしゃい。音は低くなったけど、実車この音鳴るかな。何の音かよく分からんけど、磁石の上を通ると、まあ、なんかのブザーみたいな音ですね。まあ、ここで自分の好みの音に調整して遊ぶことができるっていうことやね。じゃあ最後音を中間にしてみる。これでどんな音が鳴るのか。いってらっしゃい。まあこれもイメージとは違うけど、なんかでもタイフォンというか違う何かの音に聞こえますよね。でもちゃんと狙ったとこで音が鳴るっていうのはいいかもしれん。本当にトンネルとか鉄橋の直前に磁石置いとけばちゃんと音が鳴るっていうことやね。うん、このギミックは個人的に好きやな。うん、まあ、ちゃんと音が鳴るってことが分かりました。ビュッと
はい、あとタイフォンじゃなくてホイッスルの方ですね。これは車両に乗せるのめんどくさかったんで、もう直接電流流します。最初からこうしときゃよかったんじゃないのって話は置いといて、では鳴らします。これは音が一番高い状態かな。いきます。あ、すごい。これもなんかホイッスル以外で使えそうな音ですよね。うん、甲高い音。じゃあ音ボリュームを真ん中ぐらいにして、よ、これがレベル真ん中ぐらいの音色。いきます。あ、なんか音もでかくなった。そして一番低い音は、いきます。あ、確かに低くなった。これは何の音に似てるかな。まあ、なんかで使えそうな音っていうことでした。終わり。はい、というわけで学研 N のサウンドシステム、タイホーンとホイッスル、これ鳴らしてみましたね。なかなか面白かった。てかちゃんと車両には載せれてないけど、最近こういう後付けの工作っていうのはなかなかしてなかったんで、普通におもろかった。この製品はもう販売されてないですが、懐かしいなーって思う方がいらっしゃったなら、それはそれでいいなーっていう感じですね。そんだけです。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。関連動画載せとくんで、気になった方はそちらもチェックよろしくお願いします。ではさようなら。